ミさんこんこにちは、速塾の久保です今回も「舞姫ラジオ」をお送りいただきましてありがとうございますそして深夜のコソコソ話はこの「舞姫ラジオ」のパート7パート7のですねあのお金の使い方についてをちょっとお話ししていこうかと思います今日はテーマは2つですまず1つはお金の使い方確かにね物に対してよりもことに使っていく体験に使っていくっていうのは幸せなお金の使い方の大きなヒントになると思います あの昔からね、物より思い出って言いますけども、あのー、まあ、私の場合はちょっと車のお話をしたいと思いますが、車を買ったことの価値っていうのはね、これからこの車に乗って、どんなドラマが、どんなデートが、どんな喜びがあるかなっていうところにお金を払ってるのもんなんですよ。まあ、車を買ってね、ああ、いいものを持ったなっていう所有欲ももちろんあるんですよ。でもその車にガソリンを継いで、 旅をををすする、計画をする、る計画思いい出を作って帰ってて帰くるいろんなトラブルやエピソードがありますよねそれが人生の糧になってもう車ってのはいつか手放さなくてはいけませんけども手放した後もあ20代の頃はこういうふうな車でデートをしたな30代の頃はこんな旅をしたなっていうふうなね思い出がお金になってじゃないお金が思い出になって自分の体の中に残ってるんじゃないかなと思いますももうがななくっっててね思い出ってのは ななくなりませんそればかりが時間とともにどん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 美化されていくわけなんですよね。ですんで自分の人生を思い出というそういうふうなね、えー、リボンをつけてくれるのかなというところでございます。ですんで、物よりも思い出、まさにそうだなと思います。物を買うようであり、私たちは思い出を買ってるんですよね。はい、えー、っとね、私はね、車の話ばっかりになっちゃいますけども、車を買った時のね、ワクワク感っていうのは、やっぱこれからね、どんなドラマが自分の人生に、 始まるんだろうかっていうふうなところにお金を払ってるような感じなんで車のデザインとかね誰と一緒に乗るからこの形にしたんだみたいなことがありますベルファイアっていうね大きめの車は家族で乗るから場合によってはうちの両親を乗せるから大人数が乗れるような大きな箱型の車にしましたでセルシオは彼女と奥さんとですけどもね2人でデートをする時のために買いましたんでこれはこれでデートカーなわけなんですよ で2人ともセルシオ好きですしね、うん、えそしてトランザムこちらの方は私一人が乗るために買ってるわけなんですよねですのでそれぞれにシーンが違うんですよどれか1台があれば賄えるってものでもないんですよねもちろん所得に応じてこういった所有物っていうのは変えていかなければ思い出を作る前に苦い思い出になっちゃいますんでね気をつけないといけないかなと思います それでは今日の深夜のコソコソ話、2点目ですけども、これはナミさんにちょっとね、聞いてみたいところがあるんですけども、最近ね、投資のトラブルがあったっていうの聞いてませんか芸能界で。えー、TKO のなんとかさんっていう人が投資トラブルを起こしましてね、で、多くの人からお金を集めたんだけども、そのお金が消えちゃったと、持ち逃げされちゃったっていうことで、責任を追及されてるわけなんですよ。で、この TKO の人にもね、 投資の意味がわからないのに人を誘ってしまったっていう大きな責任があると思いますしそもそも人からお金を預かって代わりに運用してあげるっていうのは特別な資格がいることなんでそれすら知らない人が投資の運用をね手助けするのサポートするなんてほんとねちゃんとおかしいことになってるわけですよ。でそれを見抜けなかったお金を払う人つまりはお金に対して非常に無責任な人が多いなっていうところが結局そのまんまイコールで投資の被害者っていう風なレッテルが貼られるんですけども。 これ被害者といい、うかね、あまりにも脇が甘いお金に対しての責任が薄すぎるというふうに投資のプロとしては言わせていただきます。そのぐとい,い,いうことでねあとは自分の力量を超えたお金を目先のお金に目がくらんで集めちゃったっていうところで TKO の方は大いに処断されるべきかなと思うんですよ。それこそねもう一人ビジネスを組んでいたパートナーがいたそうですけども その人を訴訟するなんてお門違いであってね。お前が責任を取れって話ですよ。この TKO の人は芸能人であって一定の信用がある。だからね、声をかければ断りづらい人とか精神的に契約をしなければならない人っていうのもいるっていうことを考えないといけないんですよね、うん。その上で自分の信用でもって人にお金を要求したわけですから、その信用を貫くためにね、 まだ詳細が分からないので説明ができませんみたいなことではなくて途中で変更になってもいいから後日言い換えてもいいから今の時点で分かることをいち早くねお知らせするべきだと思うんですけどねどうもこの辺も投資家としてすごくずるい部分じゃないかなと思うんですよもちろん投資ではなくて水物にみんなで参加したんだってことでしたらそこまで責任持たなくてもいいと思いますけども何にどのぐらい投資したのかとかね仮想通貨に投資したとか FX に投資したのか なんかよくわかりませんけども、よくわからないものでね、さすがに松竹へのクビになりますかって話ですよ。一体どうやって7億なんてこれ返すんだって話になりますよね。仕事もないのにね。それから、絶頂期の時だって7億なんての稼いでないはずなんですよ、この人。そう考えたら、本当にね、なんか死人に,に夢中術であれですけども、非常に見識が甘かったかなっていうことと、あとはね、やっぱ片っぽでは気の毒ですよね。この TKO の方も、まあ、 騙されちゃったわけですからね。被害者といえば被害者なんですけどもでも被害者であると同時に自分が加害者側に立っていっていいいると意識も絶対忘れちゃいけないかなか思います。やっぱりね契約したのが誰となのかってことここは重く受け止めないといけないかなっていうのとお金を集めたその自分がその役割を買って出た看板等になったわけですからね広告塔にね。 これからどうなっちゃうのかなと思うんですよねということでね、ナミさんにはこの TKO のことについて思ったことがあったらちょっと聞いてみたいなと思ったわけなんですけどもいかがでしょうかそれでは以上でございます